静岡であの芸能人かっこそっくりさんに会えるお店、今日は2店舗ご紹介していきます、はい、こちらです。まず静岡市駿河区にあります和ダイニング整屋権吉さん、そしてもう一つがこちらは青井区にあります肉山静岡さん、はいはい、私分かりました。一つは肉山は分かりました。もうね3回行ってますから早いですね。さすがですね、はい、じゃあまずは先に権吉さんから行きましょう、はい、柴山さんお願いします。はい、はい、鮮度抜群の地魚を使った創作料理が味わえるお店です、はい、で店主の方がいろいろな調理免許を持っていらっしゃるので、うん、どんな魚でも美味しい料理にしてしまいます、うん、で有料なんですが釣ってきた魚を持ち込んでさばいていただくことも可能です、ありがとう、はい、で旬の魚介類を使った締めの特製ラーメンや朝ラーメンも大好評なんです。いやー、いいですね、それは締めたい。ぜひともさあこちらの店主の方が一体どなたに似ているのか、はい、まずお顔をね皆さんにお見せしたいと思います、はい、この方です。この方あれあらすごい似てる大井さん54歳ですね。やはりお好きな魚はいろいろありますけども、はい、趣味が温泉評論という方です。今年の抱負カメレオンのように常に変化していきたいとおっしゃっています。この方いかがですか、誰に似てると思いますか。何人か出てるけど私一人思いました。じゃあちょっと斉藤さんは斉藤さんなんて日だの人です。あー、なるほど。小峠さん、小峠さん、うん、一緒でした。いやいや、私もそうです。小峠さんも一緒に出ましたけどね。あー、本当ですか。じゃあちょっとこの VTR でね、確認していきましょう。こちらご覧ください。はい、なんていいな、やってくれんのね。結構本気でやってくれました。本気だ、本気だ。ありがとうございます、もう本当に。ということで想像以上に本気でやってくれてありがたいです。ということで、お三方大正解です。あー、やっぱりそうだった。なるほど、バイキングの小峠さんに似ているということですね、はい、いかがですか、こうイラストと比較してみて。はい、すごい似ている感じがしますよね、うんうん、あと、あごひげが欲しい。僕ね、この前小峠君って飲んだんですよ、はいはいはい、プライベートものすごい物静かな方なんでね。あら、そうギャップがだから似てた、逆にだから。あ、なるほど、ものすごく似てた。もうバラエティで大活躍で、もう大騒ぎのイメージがありますけど、実はプライベートはお静かゆっくり、優しい方です。優しい方ね。そんな小峠さん似てるっていうふうによく言われるそうなんですけども、はい、こう反響をね、ちょっとまとめてみました。反響、はい、小峠さん似ていてよかったこと、会話が弾むそうです。なるほど、なるほど。小峠さんの魅力、頭の回転が速い、うん、そしてしてみたいこと、コンビを組む、偉大な目標ですよ、うん、そしてでも本当は福山雅治に似ていたから、そりゃそうだよ。それ全員福山さんになりたいよ、それは。そうですね、そりゃそうだよ。ということで違うお店、続いてのお店、はい、行きましょうか。ついけ肉山です、うん、柴山さんお願いします。はい、肉山ですが、極上の赤身肉を味わえる吉祥寺の名店が、うん、昨年9月に静岡にオープンしました。はい、お肉の素材の味を生かした調理方法で肉好きがこぞって絶賛しています、うん、予約が取れないことでも有名なので、現状5月までは、予約で埋まっているそうです。はい、そうなんです。いや、僕ね、噂は聞いちゃう、はい、このお店の、はい、でもいつか行きたいなと思ったけど、5月まで9月からやっているお店にもかかわらず、原田さんも3回って先ほどおっしゃいましたから、ちゃんと行ってちゃんと予約取ってました。いや、この人ね、なんやかんやね、結構なコネクション持ってるこれは本当に行ってますからね、行ってますから、行かなきゃいけないんですもんね。行かないと取れないからね。まあ、そうですね、そうなんだ、はい、あ、行きましょう、行きましょう、はい、ではでは、この肉山の店主の方、はい、一体どなたにそっくりなのか、まずお顔、はい、こちらです。この方、あれちょっとあれはで、ここまで出てる、ちょっとここまで出てるんだけど、私初めて会った時からそう思ってました。本当ですか、はい、どうですか、両サイドのお二方、はい、ちょっと痩せてる方が似てるかもしれない。私思ったのはケンコバさん。ケンコバさん、違うんだ、もうスタジオから言ったらあーという声が漏れました。僕が思ったのは、皆さん分かるかな、うん、お天気のノリ君SBS ラジオやってんの、はい、その文化放送の、文化放送の、あれか、ノリ君レコメンをね、レコメンをやってくれる、はい、似てますね。でも待って、私初めて会った時から、言っていいんで大丈夫ですか。だって言ったら、絶対そう、小島さん、あ、アンジャッシュの小島さん、私会った時から思ってたの。 VTR がございますので確認していきましょう。動いてるのまた違うんだよね、雰囲気が似てるんですよ。
大島さん。小島だよ。小島だよ。あ、確かに目の感じかな。本意気でやってくださってますから、もうちょっとリアクションぜひしていただいて。いやいや、本当に違う。いや、私本人かと思ったんですよ。初めてお会いした時ぐらい。いや、本当もうちょっと多分痩せてたんですよ。もうちょっと私始めたとか。じゃあ9月以降にお会いした時に。いや、ちょっとね、うん、ぽっちゃりしかなかった。先日会いましたけど、まあ、お肉屋さんですからね。雰囲気ありますよね。ありますよね。改めてこの反響もね、まとめてみました。こちらです。小島さんに似ていて良かったことなし。小島さんに似ていて嫌だったこと、合コンでからかわれた。小島さんの魅力わかりません。好きなアンジャッシュのネタわかりませんときました。肉一本ですから ね。肉一本ですから。あのコロナさんも肉って書いてあるわけで、だからまず小島さんとの接点は終わりですか。いや、もう20年以上前からで、僕来週も同じ仕事します。あ、本当ですか。ずっと僕一緒で。でもどちらかというとお天気のりさん。いや、今まだ顔輪郭がね。いや、今小島さん今あのボクシングやってて。はい、これ細いから、そっか、そだからそれでノリ君かなっていうのも思っちゃった。ちょっと健康さんでも見えてきちゃう。健康さんですよね。もしかしたら健康さんになったかもしれないですね。ぜひあの今のねこの話題をネタにして、はい、ご主人たちとねこう関わりを持ってよりユニークなトークをね進めて、はい、美味しいお肉、はい、美味しいお料理食べていただきたいなと思います。はい、ということで今日は芸能人のそっくりさんにお会いできる2店舗をご紹介いたしました。さあ、アテスエベントでぜひ検索して動画の方もご覧になってみてください。この後は気になる週末のお天気、イベント情報です。